はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 R です、アラジンですね。よろしくお願いします。3回目ですかね、4回くらいまでいけるかな。ジャファー、パッパ、ジャスミン、ジャファーだったかな。もし間違ってたら、あ間違ってる。何が違ったんだ。ジャスミン、ジャファー、パッパ、ジャスミンだってさ。ジャスミン、ジャファー、パッパ、ジャスミンと。コメントありがとうございます。ジャスミンが飼ってた虎の名前、ラジャーらしいですね。いやーね、ラタとかナタとかなんかその辺かなとは、ニーナとかそんな感じかと思った。出た。アラジンはジーニーの3つの願いの1つで王子様にしてもらいました。そうだね。アリ・アバ・ブア王子になったアラジンはアーグラバの町に帰ってきました。そして王子様の結婚相手の候補者になることができたのでした。ああ、もう、そういう時期だったんだ。お、ちょっと黙ろうかな。まあこんな感じのね、ボーナスステージが、まあ、挟まっているという感じだったんですけど、でもここがさ、まあ多分ここもその移植版だと、まあ、カットというか別の BGM に差し替えられているんでしょうけど、これもったいないんじゃないかなと思うんですがね。何もかもうまくいっていたアラジン、しかしイアーゴがランプを盗んでしまいました。イアーゴっていうのはあのジャファーの取り巻きのオウムですね、赤いオウム。ランプの持ち主になったジャファーは魔法でアラジンを地の果てまで飛ばしてしまいました。そうだっけ。あーでもそんなことあったね。アブーと魔法の絨毯の力を借りてアラジンはアグラバに戻りました。展開が早すぎるっぴ。そしてジャスミンを助けるためジャファーに戦いを挑みました。ちょっとね、このまあボーナスステージのところには非常にあの、まあ、思い入れがあるというか展開が早くて非常にある、嬉しいです。改めてよろしくお願いします。まあ、夏ゲーということでね、まあ、プレイしている方も多いみたいですね。手放していないでしょうか。 R は多分ね、売っちゃったんじゃないかな。あの家族、新しいゲームを買ってもらうのにもしかしたらもうやらないでしょっつってゲーム売っちゃったんじゃないかなと思うんだよな。じゃなかったらね、このゲームを手放すっていうのはなかなかちょっと現実的じゃない、考えられないと思うんですけどね。何か原因はあるんだと思います。おそらく、まあ、仮パク、うっそ、おい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 、仮パクとかじゃないと思うんですよね。もともとうちはあの貸し借りはほとんど禁止状態だったので、禁止カードだったので、貸し借りは、物の貸し借りは。おそらく、まあ、売っちゃったのが濃厚、濃厚なんじゃないかなと思うんですよね。多分、あの、他の、なくしたゲームも。まあ、一応これ、おお、ちょっと、なくしたゲームをね、取り戻して遊ぶシリーズ。一応3段まで予定して、おお、意味のないダメージ。よいしょ。一応3段まで予定
しておりますが、まあそれがいつになるのかは分かりません。まあ手元にはすでにあるんですが、イアーゴはまだ出てきてないかな。そのキャラクターとしてもドットとしても何も出てきてないのかな。まあボーナスステージ、イアーゴー、そう言ってるそばから出てきましたね今ちょっと。おー、永久イアーゴ死ねもう二言目には今死ねでしたからね。よし、やったぜ、さらばだ。あ、永久イアーゴ、あいつ破壊できないのかな、イアーゴ邪魔なんだけど。おっと、よし、ダブルラウンドトリップは問題ないぜ。結局でもジャスミンがそのあるのね、何が良かったかって、結局その助けてくれた心のね清らかさなんですよね。まあ、だから洞窟にもね入れたし、おそらくそれが理由でね、その野党にジャスミンを襲わせたんじゃないかと思う。あー、燃えるのか、燃えてたのか、気づかなかった。画面を見てないっていうのはこういうことを言うんだろうな。おっと、よし、このゲームはジャンプいっぱいやるとね、残機アップとかあるんですかね。一応巻物、いや違う、パラシュート持ってるからどんどん使ってもいいんだろうけどやっぱこういうシンプルなさ、動きができるってだけでもいいゲームに見えるんでしょうね。まず動きもすごい滑らかだしね、綺麗さだけがその取り柄じゃない、綺麗なだけじゃダメだってことがよくわかりますよね、最近のゲームに比べるとさ。これもさ、ファミコンなんかに比べたらさ、すごい進化だと思うんだけど、綺麗さでね比べたら背景とかもすごい綺麗だし、でもそれ以上に、なんだろう、ゲームとして普通に面白いんですよね。単純なのに動きがすごくしっかりしているしね、多彩だしさ、多彩な割にやってることってそんなに ボタンのね操作もないし、特殊なねコマンド入力ないし、ただ走ってジャンプしてるだけなんですよ。これ降りてくんの？降りてこないっす。え、これちょっと待ってね、これマジでどうやって行くの？あー、これギリギリまで行かないと最大ジャンプができない。おっと、ミッキーのマジカルアドベンチャー感出してきた。よいしょ、ランプとかありそうだけど、ふや、久しぶりの遠投で、よし、ここに1アップ。なんかライフがドゥンドゥン上がっていますが、ちょっと覚えがないんですがね、どこまで上がってくる、大丈夫かな、大丈夫かなって言って別にそんなにね。あー、ここ無駄、あーあー、でもやめろ、危なかったぜ。ん、何の鎖？ん？なんだ？何の鎖？わかんない。用途不明だ。このベルコン、おお、なんで降りちゃうの？なんで降りちゃうんですか？ちょっとわかんない。いやいや、あ、もしかしてこれがリモコン？これのリモコンだったのかな？これ上手に焼けましたとかだったら、あ、焼けてもいない。すごい。すごいチキンだ。よいしょ。で、これをこうする。そうするとこうなる。で、これがこうする。よし、やったぜ。全然、ちょっとゲームに夢中になって喋れていないんだけど。そうだから、その王子様にアラジンをなってジャスミンのところに、ね、行くんだけど、もうクソデカため息なんですよね、ジャスミンは。分かっちゃいねえなと。もともとどうしてジャスミンって何だったっけな、確かに、まあ、いわゆる王道を行く、わあ、またサンダーボルト、全く進歩しねえな、このゲーム、この開発はサンダーボルトは強すぎるんだっていう。おまけにさ、今アラジンのいるところじゃないところに普通に雷落としてきたんだけど、これなんてさ、特に
ね、ビューティフル、ビューティフルジョーじゃないか。おらリンゴは？ちょっと待って、これサンダーボルトさ、完全にどこに降ってきてるか分かんないんだけど。どこに降ってきてるかっていうか、ね、どこに降るかが分かんない。やめろ。俺がいない。ああ。なんでジャファーって空飛べるんですかね。ただの大臣じゃないってことか。お、なんだっけ？あ、コッペパンを要求する。コッペパン。コッペパン。俺はフランスパンの方が好きなんだよな。フランスパン美味しいんですよ。先日、R がね、やってる格ゲーの鉄拳のオフ会、まあキャラクター、好きなね、キャラクターのオフ会にちょっと参加してきまして、そこの二次会、まあ、あるね、スーパーコミュ障なんで、二次会とか行くつもりなかったんですけど、ちょっとね、ゆえあって参加させてもらったんですよ、二次会まで。そこで食った、ガーリックフランスパントーストに、トマトとチーズが挟んであったやつが、すげえうまかったっていう話をして終わり。フランスパンの話は終わり。ああ、これちょっと飛ばないとダメかな。ちょっとここに来て急に、ああ、難易度上がってきたな。踏め。どんな不正をしても構わん。多分、結婚するのが嫌だとか、まあ、お城の生活が嫌だとか、ね、抑圧された生活が嫌だとか、そういうのでね、ジャスミンって逃げ出してきたんだと、思うんだけど、わっと、よし、ジャンプ、よし、オッケー、やったぜ。まあ、そこでね、野党というか、チンピラにね、狙われていたのをアルが助けてくれたってわけなんですかね。やったぜ。まあ、だけどね、まあ、王子様になったアラジンがね、ドヤ顔で言ったらもう全然相手にしてくれないんですよね。結構悲しいし、ジャスミンって何だったのかなとも今考えると思うしね。で、まあ、魔法の絨毯をまだ見つける前のアラジンと出会っていたんで、あれ？ちょっと、また出てきたんだけど。あ、これもうラストステージかな？あ、やばい。あ、違う、ラストステージじゃない気がする。結局さ、アラジンの願いって、二つ目は何だったんだ？多分三つ目は知ってるんだけど、二つ目がね、わかんないんですよね。ジャスミンを助けてくれっつって、その願いはキャンセルだってされたんだったかな。それはキングダムハーツだったかな。おっと、これなんとなく覚えてるんですよ、アルちゃん。ああ、覚えていることとやれるっていうことはまた違うんです。あー、やばい、ちょっとこのゲーム終わったんじゃないの。おお、あ、こうできる。あ、なるほど。おっと、シャー、いいですね、コブラかっこいいですね。ほれ、ほらー、ほい、おー、卵、うまい、卵海だ。ちょっと、アル頑張って。最低限ゴリ押しでもいけるのかな。あ、パラシュートがあるじゃない。パラシュートがあったって意味がないんだよな。踏め。何をしてもいい。どんな不正をしてもいい。もう一回。あ、届かない。下手だな、アル君。あ、下手くそだ。あ、チキンか。不要なチキンだ。ん？あ、もう少しか。で、まあ、城のね、上の方にお姫様、ジャスミンが住まわされているんだけど、まあ、魔法の絨毯でね、ちょっと出かけませんかみたいな、お誘いをね、申し込むんだけど、その時にさ、あ、当時まだアラジンっていうの分かってなかったんだっけな。そうだ。あまりのね、変わりっぷりに、王子様がアラジンだっていうことに気づいてなかったんだ、確かジャスミンは。とにかく金がどうこうとかそういうことじゃないんだぜ、っていうことだったんだよね。その時に、多分アラジンが一番最初にね、ジャスミンを助けた時に、ジャスミンに向かったセリフがあったんだよね。それと同じことを、その魔法の絨毯でどっか行きませんかって言った時に、ジャスミンはね、もちろんビビるんだけどさ、空飛ぶ絨毯とか怖いですかね。正直言って、R だって怖いよ。
高所恐怖症なんで、空飛ぶ絨毯があったとしても俺は怖くて乗れないかもしれない。そんな時にね、アラジンが俺を信じろってこう、まあ、多分口癖のように言っていたんでしょう、誰に向かっても、まあ、それでね、ジャスミンはそれに察してね、そのデートに付き合ってくれたんですけど、まあ、それでバレちゃったんですけどね。お、大丈夫かな。お、いいかい。あ、動けない。ちなみにジャファーが願った願いっていうのが、アラジンをどっか遠くに吹っ飛ばしてくれっていう願いと、お、わしは世界で一番強いのだ。ああ、そうですか。お前の力はジーニーが与えたものだ。だからジーニーの力に比べたらお前なんて大したことないさ言うね。なるほどな、その通りだ。ジーニー、3つ目の願いでわしをジーニーにしろ。2つ目の願いは何だったんですかね。この蛇になることを願ったのかな。もしかして無駄な強化じゃない。わかりましたよ、ご主人様R は外人さんの方のね、歌はまだ全然聞いたことなかったんでね、ちょっとなんとか聞いたんですけど、おお、力がみなぎってきたぞ。ん、これでわしは世界一の、え、なに、え、なに、ん、これは、え、戦わないの、俺戦わなくていいのやった二度とランプから出られなくしてやるからな。ん、あ、ジャスミン、ごめんよ、王子なんて嘘をついて。ん、いいのよ、もうみんな、あの法律が悪いの。法律、こんなにあなたを愛しているのに。な、何のこと。心配いらないよ、ある。三つ目の願いでもう一度王子にしてあげるよ。ジャスミン、僕は君を愛している。でももうこれ以上自分を偽ることはできないんだ。分かったわ、ジーニー、三つ目の願いだ、君に自由を。これがな、これ感動だよな、本当にやったぞ、自由だ。あのジーニーも優しいしね、なんとかできるよっていうのも。ジーニー、これでお別れだね。ある、人が何て言っても君は僕にとって王子様だ。あ、パッパだ。あ、わしは国王じゃぞ。はい存じ上げております。本日これより王女は自分が認めた相手と結婚して良いこととする。あ、そういう法律だったんだ、大変ですね。お父様、ん、それはこの人よ、あなたと結婚します、アラジン。あ、なんというトントン拍子。ジャスミンやったぜ。あの帽子は何だろう。あ、グーフィーの帽子か、これアルもジャスミンもアブーも絨毯も王様もみんないいやつだいや、ジニーもいいやつだよ、本当に。これがね、こういうところがすごく好きだったんですよね。ちょっと最後の方、やっぱりこれ容量の問題なんですかね。まあ、よくできたゲームだから、かなり駆け足になっちゃったのかな。はい、ありがとうございます、アラジン。ちょっと物足りなさはあるかもしれないですけれども、ね、全体的に、まあ、ボス戦とかがそんなに なかったじゃないですか。基本的には、まあ、アクションパートばっかりだったんだけど、このアラジンっていう作品を結構忠実にね、再現というか、まあ、オリジナル要素も含めていい感じでね、作ってくれたゲームなんじゃないかなと思います。いやー、これはやっぱりね、手元に残しておくべきゲームだったと思うんですよ。やらないにしてもね、あ、こんなゲームもあったなって。ちょっとね、電源入れて遊ぶにはすごく、時間もね、かからなくていいゲームだと思うんですよ。難易度もね、本当にちょうどいい。本当にちょうどいいと思う。ゲーム初心者の人も、久々にやる人も、くっそ得意な人はちょっと退屈かもしれないけど、まあ、アラジンっていうゲームじゃなくて、
お話を知ってれば、ね、その中に浸れると思うし、あのゲームお話のことがアラジンってよく知らなくても、このアクション結構ね、あの面白かったかなってきっと思っていただいたと思うんですよ。やっぱ出来がいい、あのね、ディズニーの、カプコンのディズニーのゲームってすごく出来がいいんですよ。ミッキーのね、あのアドベンチャーにしろ、1、2、3まであるのかな、 R は1しかやったことないんですけれども、2も3も結構難しさもあるし面白さもあるみたいですね。他にもね、美女と野獣のゲームもあるらしいんですけど、 R 全然知らないんですよね。まあ、あとディズニー作品で言うと、まあ、言ったんだっけ、あのトイストーリーとか、まあ純正っていうかね、完全なディズニーじゃないかもしれないですけど、トイストーリーとかも好きなんですよね。まあ、R がね、こうゲームとかおもちゃとか好きっていうのもあるんですけれども、ね、おもちゃもなんか人と一緒でね、その大事な人を取られると嫉妬しちゃうとか、そのウッディの人間性とかも好きだしね、結構年取ると、この、あのバズライトイヤーね、自分がバズライトイヤーだったっていう幻想を破壊された時のあのバズのね、あの悲しみとかもなかなかね、こう来るものがあるんですけど、まあ、結構面白いんじゃないか。だからトイストーリーとかも、そのディズニー作品ってすごく、あの面白いんですよね。どの作品もね、王道行く感じなんですけれども、それでも、飽きのこない。優しいね、優しい世界だと思います。ディズニーはディズニーで、ちょっとサクセスストーリーが、あ、トータル、あ、こんなのもあるんだ多分昔と変わってないんだろうな、この辺のトータルとかは。ちょっとね、シンデレラとかね、白雪姫とか、サクセスストーリー感が、強いところはあるんだけど、まあ、それでもね、お話の中に入っていくには十分な、魅力があるものばっかりね、お話ばっかりですよね。ひとまず、11月の何日だ、うん、まあ、末にプレイできたので、12月に入って、まあ、なんだかよくわからない、なんか嫌な名前を聞いたゲームも PS のゲームかな、プレイしようと思うので、まあ面白そうだと感じていただけましたら、また一緒に見ていければ、やっていければと思います。ジ・エンドのやつ出てるけど、どうかな、結構ディズニーのあのゲームってこのまま画面放置しておくと、たまになんかおまけがね、あったりするんだけど、多分ないかな今回は。うん、やっぱり動き得意なさそうなので、アラジン、パート3か。いやー、いいですね。こう、パパッと終わるゲームなのにもかかわらず、すごく楽しんじゃいました。申し訳ない。あの、大騒ぎして申し訳ありませんでしたが、まあ、また次のゲームでね、よければお会いしましょう。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。